スタジアリバーサイド。はい、こんばんは、ギタリストの竹下敦史です、今日ねご紹介するのはこちらの、ユニチューン、はい、これはねポリチューン、ポリフォニックでね和音で、チューニングできるものの、和音でチューニングしない版です。簡易版こちらになります、はい、こちらがユニチューン、なぜこれにしたかっていうと、ポリチューンすごい便利なんですけど、勝手に和音のモードに入っちゃうんですよね。意外とそれがちょっとうざかった。あんまりいい表現じゃないかな。こうジャーってやっちゃっても、ポリフォニックモードに入らないんですよ。なんで結構パッパッと合わせられるんですよね。で、だいたいギターって3弦の G が下がることが多いんです。なんでこうやって合わせた後で、だいたい私の場合だと、クラシックギターだと C を使うことが多いので、 C、C、G、C、これが合ってるかどうか、一つ一つの音がね、これが確認できないとやっぱ不安なんですよ。まずこれが基本ですからっていうね、自分がどこの音を使うのかっていうのを一番気にして、それが確実に合っていることがまず一番大切だと思います。私の場合は、このガットギターだと C から始まることが多いです。ほとんどの曲はそれで作ってます。なのでまず C の和音がきちっと合ってるかどうかを確認するために非常に、この、ユニチューン便利です。おすすめです。これはね二子玉川の、島村楽器さんで購入しました。結構安かったですね。お値段は多分ポリチューンの半分ぐらい、3000円ぐらいだったかな。で買えます。こちらのユニチューンおすすめです。ぜひね、いろんなチューナー使ってらっしゃる方いらっしゃると思いますが、こちらねユニチューン使ってみてください。それでは竹下敦史でした。